タコのメスは命がけで卵を守る。当たり前のようですが、しかし海の生き物で卵を守る生き物はとても少ない。その理由は海中という過酷な環境で陸以上に弱肉強食が激しく、親も子供を守るほどの余裕がないからである。その中、メスダコは人生で一度きり産卵をする。卵を10万個から20万個産んだ後、マダコでは1ヶ月、ミズダコでは6ヶ月程度の間、巣穴の中で卵を守り続ける。その間、母ダコは餌を食べることもなく、片時も離れることなく卵を抱き続けると言われている。時には卵を優しく撫でて磨いたり、綺麗な水を吹きかけたりしながら大切に大切に育てるそうです。まさに母の愛がなせる行動。そして卵が無事に孵化し、子供たちが旅立つのを見届けた後、母ダコは力尽きてしまうのです。父親は何をしているのかというと、これもまた一生に一度の繁殖交尾を終えると力尽き死んでゆくのです。